おい、あ、あれ、あ、諦めんなお前、諦めんなお前、いきなりもっと熱くなれよ、乙女がどうしてそれ、熱くなれよもっと、もうめっちゃうざ、応援してくれ、しちゃっちゃうかと思って、いきなり、おい、いきなり一言目がそれ、なんか久しぶりとかないの、もっと諦めないから、わかりましたよ、あ、久しぶりです、多分天岡さんですよね、今の僕には勢いがある、お前の終わり方はなんとなくフィニッシュだ、うるさいなマジで、おい貴様もういいか、武器回収しろよ、おい、なんすか、はいはい、ベストを尽くすだけでは勝てない、僕は勝ちに行く、あー、わかりました、わかりました、はい、だがな、そうですね、いいか、あー、まだあった、はい、勝ち負けなんかちっぽけなこと、はい、大事なことは本気だったかどうかだ、え、前言わなかったそれ、全く同じこと聞いた気がするんだけど、うるさい、うるさい、うるさい言っちゃってるやん、うるさい言っちゃってるよ、大丈夫、応援してくれ、したしようこと思ってみろって、頑張れ頑張れ、やればできるできるできる、頑張れ頑張れ、言うのはいいけどさ、ちゃんと自分で女子集めてね、なんかちょっとこっち来い、いやいや、また、はい、わかる、あ、待って敵来てるんで、待って敵、オッケー、逃げたわ、逃げた、大丈夫です、はい、どうされましたか、いやいや危ないなこれ、はい、俺もこの氷点下の、はい、寒い中縮まってるよって頑張ってんだから、そんな冷たくねえよこれ、お前正直ぬるいわなあ、めっちゃ晴れてるし、嘘つくなお前、嘘はつくなよ、ナイスボレー、シューゾスクロあ、やばい敵だよ敵分かってるよ、さっき言ったよ、敵応援してくれよ、スタジオ敵だって、いやそここそなんかいいのないのかよ、お前敵も応援してくれてるよ、え、敵は頑張れ、やればできるって、殺しに来てるよ、お前マジで、あ、まあ、どこにいるの、大丈夫ですか、そんな勢いがあって、どこにいるの、SSS に逃げた、多分この先にいるんじゃないかな、どこにいるのじゃなくて、やがてあれいない、僕のレベルも知らずに上がっていった、なぜなら僕が戦う相手はいつも自分より強かったからである、ああ、自分より強い相手と戦えと、弱い人ばかりと戦わずに、はい、ミスをすることは悪いことじゃない、それは上達するために必ず必要なもの、まあまあそうですよね、ミスして自分の失敗弱さに気づいて、まあ成長していくっすもんね、人はやっぱりそういうことですよね、ただし同じミスはしないこと、あー、まあそれは、うん、そうですよね、やっぱ反省点生かして同じミスを次からしないように、フォートナイトでもそうですもんね、負けた時に何で負けたのか、そこを追求することによって次同じミスをしないように、こう毎試合レベルアップできますもんね、おいこのクズ、なんか返せよお前、俺も返しちゃってんだから、なあ、お前の言ったそのなんかどうでもいい名言をさ、俺が今返したんだからさ、お前クズって言ったか今、しかもいいから聞け、おいこのクズ、褒め言葉よりも苦言に感謝やってられないよと思った時、でも俺頑張ってるよなとつぶやいてみてください、やってらんねえよマジで、頑張ってる私って結構いいなと自分を好きになってください、頑張ってる俺、今頑張ってやってらんねえけど頑張ってるもんお前に、その方が生きやすくなると思いませんか、あー確かにそうだね、俺も頑張ってるわな、そうだわ、ゴミ、え、何そういうキャラ、どうした、いいか急に、何を言われてもイライラしない、いやだからお前がイライラさせるの違うやろって、それでイライラしないじゃなくて、わかる、いいか、監督の、まあ、まあ監督では、おい聞けよ、聞いてるよ、予想外の人生になってもその時幸せだったらいいんじゃないかな、あーそうですね、はい、どうせ俺がいいな、あの真剣に返してもお前あれだから聞いてねえから、もう適当に味付つわこれから、そしたらばお醤油ベースの水物、お吸い物にあんこ、非常識の中に常識あり、はい、やっぱ常識は守るもんじゃなくて、こうあれですもんね、なんつうの、こう打ち砕くもんですもんね、やっぱり、おい真剣に考えても深刻になるな、はい、あ、はい、わかりました、真剣に考えても深、はい、わかりました、はい、崖っぷちありがとう、最高だ、あー聞いた、もう5回ぐらい聞いた、これ合計すると、そうだ、僕は心から本当に
テニスが大好きなんだ。テニス言っちゃってるやん。テニスが大好きなの？アマゾンさんも。そこ多分ね、自分なりにアレンジした方が良かったんじゃないかな、今。リンゴ、リンゴ。お前それ、長瀬いるやつ。編集だ！ここは。編集しろよ、お前。応援してくれる人たちのこと思いって。頑張れ頑張れ、やればできる。ネクスタイム。ネクスタイム。はい、わかりました。緊張してきた。よっしゃ！はい。そうですね、やっぱり。緊張も、はい、喜びなんだと。一ついいですか？あ、はい、何ですか？味のある人間って言われてますか？いや、名言かよ、お前。中身のある人間って言われてますか？あれでしょ、あの、見習えってやつでしょ、それ。言われてますか？魚なんか見習…言われてません。イワナ見てみろよ。あ、イワナだ、そう、イワナだ。イワナはな、余計な味付けいらねえんだよ。自分に中身がある。出汁がすごいついてるんだよ。すんごい、こいつ自信満々に全く同じセリフ言ってる。岩波に習っていけろ。中身で勝負だ、これから。出汁のある人間だね。習わねえよ。あ、マゾさん敵いる。そんなこと言ってる場合じゃなくて、頑張れ頑張れ、エルメできる。いやいや、応援してるんだけど、早くお前も一緒に戦えよ、バカ。やばいやばい、岩波か。いやいや、岩波じゃないけど、敵敵敵敵敵、岩波か。ワンダン。いや、イワナじゃない名前は。ナイス、早く助けて。やばいやばいやばい。おい、イワナ、ほら。あ、ナイス。イワナ、うわ、マジかよ。イワナ。え、なに、え、人名だったの、イワナは。なんかさっきから見習っていけろみたい言ってたけど、あ、イワナさんがいるのか。え、どういうことだ。